決めです。北海道決めです。令和元年12月、沖縄の旅最終日に西郷隆盛と泡風呂で捨て殺し、あえなく果てた配信会の天下布武を目指すウォンバットを追った。政治クレイジーパピオン、38歳、独身。来ました、北海道来ました。滞在地の博多から北海道に飛んだ誠司さんは札幌の配信者池ちゃんと合流。ここまで札幌かよ。千歳から札幌までどんぐらいまで？30分。初対面で互いの素性が分からなくても親しく会話ができるのは配信者ならでは。雪いっぱい食べてね。雪あるの？雪ある。ある。食べ放題。すでに氷点下を記録している北海道では雪が食べ放題。やっため。ありがとうございます。北海道初めてだよ。今日ツーリングしようぜ。え、バイク2台？1台。何台でもあるよ。何台でもあるの？そうでしょ。車もある。オープンカー。そうでしょ。ぶった切りな。そうでしょ。オープンカー。いる？オープンカー。このためのに。じゃあセージの CVX の型売ってあげて。乗れないだろ、セージ。そうそう。乗れるよ。え？免許持ってます。免許あるんじゃない？大型乗れない。あ、そうなの？乗れない。俺 CBR 乗ってたから。あるよ。ある。うん、CBR あんの？うん。嘘だ。本当。何年車？旧式車。旧式ね。やったらアメリカンとかがいいな。アメリカン？うん。あれあるよ。マジで？でかいじゃんそれ。大型。無理じゃん。池ちゃんのガレージすごいの。へえ。想像がつかない。え、この人すごい人なの？すごくないよ。すごくない。え？すごくないって。すごくないって。誠司。すごい人なのもしかしてこの人。すごくないって。え？でも家とか超綺麗なんだよな。え？家とかめっちゃでかそうなんだよ。なんか全部白が白でさ。なんで見てんの？いや見たら冷蔵庫とかすげえでかい。なんで俺の放送見て俺がブロックしたりするの？ね、なんか言ってきたじゃん。何？なんか。なんでそうやってすぐ逃げんの？逃げねえ。だから来たじゃん。だから俺が今日。来たじゃん。逃げないよ。逃げたじゃん。ブロックして。逃げてないよ。うざかったんだよ。うざい？うざかったもん。うざいんだよ。何回も何回も。なんかムカついてきたから。だから決着つけようぜって話なんだよ。だから。馴れ合いとかやめてさ。勝てねえぞ俺。そんなやってみなきゃ分かんないじゃん。俺だって埼玉でまあまあ強えよ。そうだ。埼玉。マジで。マジで。マジで。負けねえよ。決闘だな。今日。どっちが強いか。捨て頃出たぐらいで何やってんだよ。おい、そんな。じゃあ捨て頃も出れねえのに何やってんだよ。配信者として認められてねえってことだろうか。時間かい。お、捨て頃知らなかったの。俺配信まだ1年なの。知らねえんだよ。捨て頃出たいんだろ。え、出たいんだろ捨て頃に。ひがみだよそれは。出たくないよ。ひがみだよ別に。それはえ、言おうよ。どっちがイケメンか。どっちがイケメンか。もうこれ決めてよ。俺1、こっち2。どっちかっこいいの。全部1って出てきたぞ。おいおい、全部1だよ。ほぼ。いや分からん、まあ、ほぼ。ほら、何かにつけ競いたがるお茶目なウォンバット兄弟。メイクしてねえから今日、まあ、すっぴんだし俺ワックスもつけてないから。あのみんなに伝わらないものを教えるよ。とにかく臭い。臭くねえから。えどこが臭いんだよ。じゃあちょっと待って。で臭い。臭く何でやだよ。臭くねえから。臭いって。臭くお前いかげんしない。臭くないマジで。だ臭くない。だから臭くお前だ臭く。本当ちょっと臭いんだって。臭くねえ。やめろってだ臭くない。
マジで香水買った方がいいんじゃない？ファブリーズ買おうか。セイジは傷ついていた。鼻おかしいね。言わんといて、ほんまに。言わんといて。汗ばみが香り立つ熟成のダウンベスト。何は？ごめん。ごめん。ないよ。つけてんの？え？つけてんの？ないよ。初対面で臭いとかないでしょ、普通。初対面で嗅がせたセイジ臭。ちょっと初対面で臭いはないよ。ちょっと酸っぱいだけ。こんなんでコンビやってらんないよ、マジで。ちょっと酸っぱいだけだ。モズクス系のセイジ臭。エアコン炊いてるからかな。そうだろ。風で。そうだろ。セイジに当たるから。そうだろ。違うだろ。あ、エアコンがくせんだろこれ。エアコンがくせんだわ。罪のなすりつけ。初対面でくせえとか言われなきゃいけないんだよ。セイジは深く傷ついていた。酸っぱいまで言われ、怒りが収まらないセイジ。こんなあもう臭いとか言うんだったらあれだよ、もう切れるよ俺だって。まだ別に開ければいいじゃんそんなの。極寒の地で窓を全開。そんな臭いか。え、そんな臭いか。車俺だよ。車臭いんですよ、エアコン。俺だよ。え、俺がそんな臭いかよ。車が臭いんです。セイジさんをかばう優しいイケちゃん。俺は最初に言ってくれよ、俺が臭いみたいに言うね。怒ってねえけどよ。傷ついてる。嫌な思いするよ、そりゃ。ごめんね。車が臭いんだ。感じ悪いよ、初対面でいきなり臭いとか。ごめんね。それが道民だよ。反射じゃん、もう。反射じゃん、これ。完全に。全身入ってんの？ミスとって。何で入ってるの？普通のおっさんかと思って、じゃん。ないこの人。何がだよ。聞いてないよ。聞いてない。何でもいいよ。あの北海道の粋な幸を出して。ドバイ。池ちゃんは誠司さんをもてなしました。誠司さんは。正座をしました。もう北海道来たよ。いえ、口調を敬語に変えました。酒を配って気を配りました。食されました。ほらほら、来た来た、リンコちゃん来た。なんでやんねんだよ。やってって書いてるんじゃねえかよ。いつものコールは実行されませんでした。なんでやんねん。北海道来たって感じしますね。ねえ、はい、なんか似てますね、この辺が。怪我、え、怪我に似てます、ね、これいただきます。これなんで震えてんの。なんで震えてんの。セイジさんは毛ガニのハラワタを食べました。これ美味しいよ、これ。食べて。なんか似てますね。え、似てますね。似てる、はい、食べな、これ。はい。セイジさんはウニのハラワタを食べました。何やってんの。セイジさんは一気食いしました。その食べ方震えてんじゃねえかよ。ねえ、もうやめよう、それ。その下りねえ、よく頑張ったよ。お前何やってんの。
おい、よく頑張った。頑張ったんじゃない。どうすんの。え、どうすんの。よく頑張った。いつだと買うんだ。こうしてセイジクレイジーパピヨンさんは今日もインターネットの世界で生きている。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 